このアイスクリームできたね。あー、すごい。高級バターをね、こうしてやったりするときね。簡単にした。はい。35って結構ね。この一つランクだと安いのよ。待って、生クリームってそんな。じゃあキャップのところを持って、それをただ振り回すって振り混ぜるっていう。何にするんですか。いやだっていろんなもの使えるじゃない、この下の残った部分は。この間もこの会話してない。しました。無理ですよ。ボケロジーみたいな会話して。この間なんだっけ。何だっけ、チーズか、チーズの、うん、乳製ヨーグルトと同じだよね。だからそのほらスープ料理なんかに使ったり、湯葉、それ湯葉上の部分ね、うん、あ、じゃあこれでいける、じゃあやってみる、固まってすごい、じゃあちょっと、うん、じゃあこのアングルでそのままいくので、はい、じゃあキャップ上げて、そうだね、これで完全に分離してるっていうのを分かるっていうこと。もうサラサラ。あ、でも彼透明じゃないか。サラサラよ。多分これはこれでうまいと思うんだよ。間違い、間違い。うまいっていうことって。はい、じゃあこれはもういいよね。はい、それをじゃあ本当書き出したいんですけど、はい、ちょっと気をつけてカッターでね、ハサミでもいいんだけど。はい、ザクザクザク。でもね、実際にこう実験でやるときはこういう操作ってとても大事なのね。確かに先生。っていうのをね、記録取っておく方が価値があるんだよ。そう。このアイスクリームできたんだね。あー、すごい。高級バターだね。じゃあ、早速。はい、じゃあその。ナビスコだっけ、ナビスコプレミアムにつけてもらいましょうか。え、これ、うん、これでスプーン使って、うん、任せます。あとは別に、ま、本当に食べるわけではないので、あ、食べてもいいけど、あ、すごい、ふわふわ、うん、いいですね、そのすげー食レポいいですね食べてないのに、うん、どうする、そのまま食べてもいいし、その重ねてもいいし、あ、そっか、重ねたらいいのか、うん、すごいすごいすごい。一緒に。だいます。わ、黄色。すごい。もうまるで。バスター。